はい、皆様、たかちゃん。はい、どうも。たかちゃんです。たかちゃんね。はい、じゃあ今日も始まりましたが、今日はなんかありましたっけ？はい。いや、やっぱり、今ね、収録時期が、今、8月今日15日なんですけど。そうなのね、まとめて撮ってるからね。夏休みね、子供の頃、夏休み嬉しかったな、っていうことで、ちょっと夏休み、子供の頃のね、夏休みの思い出、こう、そろそろ語っておかないと、もう、いつ全部忘れちゃうかわからないんでね。はい。そう、私なんか近いですからね。まずは、じゃあ、ムーラーさんからの、子供の頃の夏休みの思い出を。ほっと忘れちゃいそうです。いただきたいんですけど。はい、いや、そうですか。ええ。夏休みと言って一番思い出すのは、やっぱりその、旅行っていうか、母の実家へ。田舎への帰省。田舎行ったことと、はい、もう最後に必死になって、宿題やったことかな。やっぱり、村さん、東京の子ですよね。東京のバリバリ東京の子。東京のやっぱり東京ってやっぱり宿題多いんですか、夏休みとかって。多かったと思うよ。やっぱりドリルっていうのなんていうの。あ、はい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 、あいうのと、まあそれとまず日記があったでしょ。必ず日記、それと、はい、各教科で全部出てたと思う。ああ、はい、なるほどね。うん、でそれをだからちゃんとした子は1日ずつ何ページとかこういうふうにさ、うん、やるんだけどさ、はい、なかなかそれがいかなくてまあみんなそれはもう高校の子が一緒なんですよね。みんな一緒ですよ。うちの子も大体一緒。そうですよ。作品も作んなきゃなんないんじゃない、図工は。自由研究ね。そうです、うん、それが大変だなって思い出と、うちの子も何もやってないですよ今。もうやばいですよねこれね、もう間違いなく昔のムーラーさんみたいになるのはもう間違いないですよね、うん、相変わらず人日記って書かされてんの？ありますね。なんか一行日記とかでありますね。あと読書感想文。あー懐かしい。あったでしょ絶対ね、うん、そうそう。で自由研究ドリルですよね。あー、じゃあもう変わんないじゃん。まあ人間ね、何十年経ってもやることはそんな変わんないですね。そうだね。まあそれを置いといて、楽しい方はね、はい、私、母の実家が横須賀、おっぱまってとこだったのね。自然気象会。はい。そうですよ、はい、自然気象会。はい、だから、必ず、そこ行って、いとこも来たりなんかして、はい、それでやっぱり海だね、海。やっぱり横須賀の海、綺麗だったでしょ、綺麗だったよ、綺麗だった、うん、まあ。あの当時からすごく人がいたね、でも。ああ、やっぱり電車も通ってるし、海水浴場としてはメジャーな海水浴場だったんですね。はいはい。それで泳ぎが得意というわけでもないけども、ともかくも、たださ、砂、はいあはい、頭のてっぺんからもう衣がついたみたいになっちゃってさ、砂で。え、海の中で？もう海、それで海行って流すけど、また出てきて、砂の上でいろんなことやるじゃない、砂のを作ったり、うんうん、そうすると体中くっついて、はいはい、あれあんまり好きじゃなかったけどさ。まあまあ、あんまり気持ちのいいもんじゃないですね、確かに、ね。だよね、うん。まあ、あと思い出した。でもまあ、思いっきり泳いで。うん。うん、だからさ、今こそ夏は日に焼けちゃいけないとか言うけどさ、昔はだってなんか日に焼いた人がなんか一等賞もらえるみたいなのありましたよね。そうですよ。だからそうそうそう、夏になんか日に焼けないで、うん、かっこ悪くて、はいはいはい、どこも行かなかったのみたいな感じでさ、だって夏に日焼けしたら風邪ひかないとか言ってましたよね。言ってました言ってました言ってたね。そう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 、うん、だからもう無理やり焼いてベロベロ皮むけちゃってさ、ね、確かにめっちゃむいてますよね。そうそうそう、うん、それで背中にセロテープ貼って、はい、こうやってやると字がさ、うん、字が取れるのよ。はいはい、そんなことするんだ。やったやった、ブーブランとかセロテープこうって貼ると、うん、それをこう寝てる間にやられてバカさが書かれたら大変ですよ本当に。もしね、絶対やる人いそうだよね。うん。うん、それぐらい皮むけたもん。へえー、ね。今はさ、子供の日焼けもあるし、赤ちゃんからもみんな手袋してるじゃん。ああ、今だって水着、長袖の水着着てますからね。でしょ？そう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 、ラッシュガードって言ったね。そうだよね。わ、うん、かる。
うん、タカちゃんなんかどうした、海、海、え、タカちゃんってどこだっけ、北海道なんで、あの1年にまあ1回ぐらいは行ってましたね、海水浴、家族連れで、はい、あの札幌だったんで小樽近辺が多いんですけど、石狩浜とか、ただね、あのめっちゃ水冷たいですからだよね、いや本当ね、あの水温20度ぐらいですからね、うん、レマ、いやだから20度あれば泳げるんですよ、あのすごいなそれ、20度だからもう15分とか20分海に入ってるとあっという間に唇が紫色になってきて、うわー、うん、そうか、その代わり海の中は綺麗でしたけどね、魚とかめっちゃたくさんいましたよ、でっかいカニとか、うん、ああ泳いでるところで、それが海水浴場でもあのめっちゃ魚泳いでて、あの海の砂どこからのカレがバーって泳い出したりとかっていうぐらい魚とかいましたけどね、うん、すごい、そういう記憶はないな、うん、あの泳いでるところには魚はもう全然寄ってこないね、ね、うん、砂浜ちょっと奥の方でも行っちゃいけないって言って、足が立たなくなるようなとこは行っちゃいけないって散々言われて、うんうん、行かなかったから、うん、多分ね、いやでも浅いとこでもすごいいましたよ、だから、いい、それ楽しいね、めっちゃなんかでっかいカニに指挟まれて、なんか指ちぎれるかと思ったことありましたからね本当に親指挟まれて、あの本当にかなりでかいのがいて、いや腰ぐらいまでしか立たないところですよ、うん、そんなとこで結構大きいカニがいて、で捕まえたらあの親指挟まれて、もうこんなに痛いもんなのって言われ痛くて、うん、そうやってさ、そのカニって食べれんの、いや食べられるでしょ、うん、味噌汁とかにして、あ、うん、なるほど、うちのばあさんなんかちっちゃいカニ取ってきて味噌汁の出汁に食べてましたよ、うん、それはまたそれでいいね、だからそういう生き物はたくさんいましたね、ただ水はめっちゃ冷たかったですよ本当、うん、やっぱり今でこそさ北海道も信じられなく暑いじゃん、暑いですけどね、うん、その当時は北海道はもう本当に涼しいところ、はい、いやいや夏の避暑地って感じだったんだよね、いや本当そうですよね、うん、あーな、そうかそうか、でもね、うん、東京でもいいですよ、夏休み長いんですよね、すごくね、1ヶ月半ぐらいか、いやそうですね、1ヶ月以上ありますよね、うん、あります、あの北海道はね多分ね20日ぐらいしかないんですよ、あ、そうか、そうで、いつもテレビのニュースとかほら朝見るじゃないですか、うん、であの始業式の日、2学期の始業式ですっていうなると、うんうん、もうまだ東京はもう夏休み真っ盛りのニュースをいつもやってて、なんで同じ日本の小学校なりこんなに休み違うんだよっていつも思ってます、なるほど、そうか、はいはい、うん、当たり前に7月のだから20日ぐらいから8月いっぱい、うん、ベタッと31日まで、ね、うん、いやだって夏の、まあ、夏の甲子園の決勝の時とかもう小学校始まってましたからね、あの北海道は、やっぱ違うんだね、まあ、やっぱり全然違いますよね、まだ夏休みなんだと思って、うん、北海道だと今度その来る人が多いでしょ、はい、夏休みに、そうですね、うん、涼しいんだから、うんうん、そうだよね、はい、そうだよね、うん、ただ今ほどやっぱり交通の便も全然良くないですからね、うん、あ、そうか、どこ行くんでも遠かったですよ、ものすごく、うん、そうだよね、うん、まあ、だから僕もほらおじいちゃんおばあちゃんの家に帰省するときはあの車で6時間ぐらいかかりますよ、ね、うわー、そうか、いやもう本当に一大旅行って感じでした、なるほど、私なんかもう電車で着いて神奈川県だから、はいはいはい、今のほど何に乗ってた、今でも同じ横須賀線みたいなでしょ、そう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 、うん、あれで行って、だって僕なんておじいちゃんの家に北海道の中に行くのに一回あの飛行機乗って帰ったことありますからね、そうだね札幌から帯広まで飛行機で、あの YS11 型っていうあの、ね、国産のプロペラ飛行機、あれ乗ってね、あの、はい、めっちゃ嬉しかった思い出がありますね、はい、それは嬉しいわね、うん、一回きりですけどね、はい、今日は国内航空ね、はい、でもやっぱりこうやってずっと大人になっても覚えてるんだからさ、夏休みを、はい、だからやっぱりね、今の子供たち、うん、考えるとかわいそうだね、今この2年本当にひどいですよね、もう
ねえ、うん、夏も冬もあったもんじゃ思い出がないよね。ああ、でももううちの息子ももう思い出作るって言っても友達と一緒にプールとか映画とかなんかボーリングとかバンバン行ってますけどね。その気持ちはわかる。だっていやいや、もう小学6年生なんでね、もうね。修学旅行もないじゃん。ないって言ってた。まあ一応ね、でもやる予定なんですよ。あ、そう。5月、6月にある予定は緊急事態宣言でまたダメになって、一応2月に延期になったんです、2月に。そう。卒業間近の2月にね。で5年生の時の宿泊学習っていうのはもう完全に中止になっちゃったんで。そうだよね。うん。だからそれだけはなんとかね、実現してほしいなっていう。考えてみると、その行った時の思い出っていうのもいっぱい残ってるもん。そうですよね。本当にこのコロナになってから何にもできないですよね、うん、本当に、ね。そうだね。自分に置き換えて、その頃の自分に置き換えてみると、すごく悲しいね。いやー、喪失感あるでしょうね、もう、ね。何もないのはね。うん。僕たちの遠足の思い出も止まったままですもんね、もうね、ニコットの。そうでした。ね、川越以来。そうだよね。それだって悲しいもんね。本当ですよね。はい。あとね、ちっちゃい時の夏休みって、その実家に行って、もう今ないんだけどね、そこも。はいはいはい、もう全部立て直しちゃったし、ないから、あれなんだけど、大きな井戸があった、そういえば。ああ、はいはい。あの、ポンプの井戸ですか。うん、こうやって。うん、ってね、それで、はいはい、あの、みんなが来るために、スイカを、はいはいはい、結構下の方に水の中に、あ、はいはい、スイカとかね、野菜とか、はい、今思い出した私、はい。こうやって覗くとね、美味しそうなものがいっぱい沈んでんの。ああ、もう風情ありますね、でも本当に。だねー、うん。あれ、いつ頃まであったんだろう。それでみんなが来るとこあって出してきてさ、うん、それ持ってスイカ割りで海に行ったこともあったよ。本当にもう絵に描いたような夏休みですね。本当昔のなんか映画とかに出てきそうな。いやいや本当だよね。でそれをきっと描いたんじゃないかね。もうなくなっちゃってるけど。あ、一気に絵日記とかね。絵日記に、はいはいはい、あ、そうか。楽しいですよね、本当ね。楽しい。うん、だからいつの頃からかそういう夏休みの日記なんて、もう中学行ったら書かないもんね。あ、ないですね。小学校だけですよね。小学校だけか。で今小学校とかのあれもこれ携帯何でも撮って。いや、そんなことないですよ。やっぱりちゃんとしたノートに書いて。そう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 。あ、そうか、うん、そう。割と手作り感満載で。うん、うん、自由研究なんてのはどうなってんの？いや、だからもう昔と一緒ですよ。その辺の歴史を調べ歩いたりとかさ。あ、うん。もう俺ん家だったら大田区の歴史とか、うん、あ、なんかね、あの戦争で焼けたのはどこだったとか。てか単に俺が提案して、こうやったらって言って、俺が一緒に連れてってやってるんだけど。本当に。そうそうそう。あれはでも親も勉強になるからね。うん、まあ確かにね。あと、そう、一回、そう、このね、大森で、ちょっとあの、古い建物とかを見つけてみようっつって、どれぐらい古い建物があるかとかね。まあ、戦争でほとんど焼けちゃってるんだけど、たまにすごい古い民家とかあるんですよね、やっぱり、野戦起こって、ね。そうだよね。うん。そういうのとかもやりましたね。はい。ああ、なんか、そうだね。いいじゃない。うん、お父さんも、うん、あの、勉強になるし、ね。僕が考えちゃダメなんですよ。子供が考えないといけないんだよ、本当は。そうだよね。ああ、はい、もうどんどん過ぎましたね。でもまあこれから、まあ、これからですよ。いい、あの、楽しみに。もう一回ね、絵日記書いてみましょうか、じゃあね。いっぱい。はい。じゃあそれ書いたら見せて。そうですね。はい。2個、これで発表しますよ。わかりました。やいひこ、はい。はい。ということで、じゃあ今日はこういうことで夏休みの思い出。思い出ね、ね、はい。決まったかな。はい。じゃあ、それじゃあまたね。グッドボタン。お願いします。そうです、そうです、そうです。お願いします。またねー。